こんばんは、速稼塾の久保です。こんばんは。お待たせしました。お久しぶりです。どうもご無沙汰しております。お待ちいただいた皆さんもありがとうございます。はい、じゃあ待機された方も全員アクセスできたと思いますんで、まあ、早速始めさせていただきます。リピさん、お元気ですか？元気です。おかげさまで。ね、まあ、いろいろとざわついている世の中ではありますが、今日カルダノの、ステーキングまた更新されたということで動画の方を送っていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。もうなんかこの何ですかね、やり取りもどのくらいなんですか？半年以上ですかね。ステーキングが始まって1年半ってとこでしょうか？そうですね、多分もう50回ぐらいやってると思いますね。そうですよね。はい、うん、もう私も参加しておおむね1年なんですが、年をまたいで、まあ、心ならずも決済しなければならないタイミングっていうのは現れるもんで、今日はね、そのことも込みでお届けしたいと思います。はい、じゃあ皆さん、スタンバイ整ったと思いますんで、5分ほど、すみません、遅れましたけども、スタートさせていただきます。じゃあですね、リピさん、今日、初めて参加される方もいるかもしれませんので、自己紹介などまた改めてお願いしたいと思います。お名前とリビさんですね。で、お住まいとなんか趣味特技みたいな感じですか。最近の状況などありましたら合わせてお願いします。はい、リピです。よろしくお願いします。今自分東京に住んでて、まあ、年齢が33歳に今年になります。はい。まあ、もう速稼塾も結構長く入らせてもらってて、もう多分5年ぐらい、言い過ぎかな、それぐらいの付き合いになる気がします。はい。最近の趣味はちょっとヨガを家でやってます。はい、ヨガマットを購入してちょっと朝晩ちょっとリラックスしようかなみたいな感じでやってます。まあ、ヨガと言いますと動く運動ではなくて、こうなんで静止する運動とも言われますけど、ピタッとなんかの格好をしながら、なんかそのポーズを維持するみたいな感じですかね。ああ、そうですね。うん、結構なんかもう普通に座って、まあ、呼吸するだけみたいなのもあるんですけど、うん、結構なんか余計な力とか入りやすくて、力抜くのが難しいです。ああ、なるほどね。ヨガですか。なんかすごい仙人の息に。なんか行こうとしてるんじゃないかなってこともありますけども、健康大事ですからね。そうですね。はい、私もね、健康にはものすごく気になる年頃でございますんで、そういう発信もたまにするんですけども、やっぱ肝心なのは懐の健康ね。うーん。経済状態の健康も皆さん気になるところだと思います。で、まあ、今日はね、カルダノのステーキングプールを運営しているリピさんに、まあ、ぶっちゃけ儲け方というか、今年はどうやって儲けていこうかみたいなことも織り交ぜながらお話ししていこうと思うんですけども、そうですか、速稼塾5年ぐらいになるんですかね。多分それくらいになるような気がしますね。うんうん、はい。まあ、ちょうどね、5年前と言いますと、私もちょっと速稼塾の運営が大きく変わったところで、それまでは対面のセミナーを毎週やっていてですね、とにかく情報商材を売りまくっていたというね、よくある情報発信者いわゆるなんかね怪しいやつだったわけなんですけども、それからだいぶ投資の方に、資金と発信をシフトして、まあ FX もそうですし、まあ暗号通貨もそうですしね、投資の方のお話をすることが多くなっていく中で、ちょうど体の枝も一定の方向性が見えた時が、まあ、5年ぐらい前だったんですよね。最初から体の枝が、まあ、なんて言いますかね、もう美味しい通貨かどうか分かってたわけじゃなくて、やっぱり大丈夫かいな、これは、みたいな時期もありましたんで、ただやっぱりこう、ビットトレックスで上場してからというものを、うん、
本当信じられないことが起きたなということで、それからもう今に至るというところなんですけども、まあ、リヒさんのね、リヒさんもね、その流れで体の方を一生懸命勉強されて、なんとステーキングプールの運営までされるようになりました。本当にそこはね、あのお若いのにかなり勉強されたんだなと思いますけども、やっぱ興味持って暗号通貨この体についてはかなり、進めることができたってことですかね。そうですね。あ、久保さんがたくさん動画出してくれてたおかげもあって、あ、もう自分もそのカルダノと心中しようぐらいの気持ちがあって、なんで、なんか暗号通貨のプロジェクトに関わるんだとしたら、まあ、ずっとカルダノがいいなとは思ってて、で、まあ、元々自分がその仕事とかで IT 系をやってたっていうこともあって、まあ、あのステークプールの構築ができそうだったので挑戦してみました。はい、ありがとうございます。やっぱね、このカルダノと心中するってキーワード、私も何度か出したことがあったんですけど、こうやって聞いてみるとやっぱ覚悟といいますか、並々ならぬなんかこう関心を感じますね。やっぱりね、いい言葉ですね。ところでね、リピさん、あのカルダノの特徴の一つはやっぱりステーキングだと思うんですよ。この1年2年、はい、ステーキングの威力を感じた方も結構多かったと思うんですけども、まあ、そのステーキングにものすごく重要な役割をしているプールですね、プールの運営をしてくださっているリピさんなんですけども、このプール運営に興味を持っている人もたまに出てくるんですが、プールの運営をする人っていうのは、あのステーキングを委任する人がまあ儲かるのは当然なんですけども、プールの運営っていうので利益を上げていくこともやっぱりできるもんなんですよ。そうですね、今時点のカルダノの仕組み上は、1エポックで340エダの固定報酬、それプラス、まあ、設定次第の変動報酬があるんですけど、まあ、あのブロックを生成できれば、まあ、その ADA を受け取ることができますね。まあ、ざっくり申し上げて、まあ、カルダノのゴッドをご存知の方が今回の放送はね多いんで言うまでもないところもあるかもしれませんけども、改めて言えばですね、まあ、カルダノ ADA っていうのは第3の暗号通貨、第3世代と言われることもありまして、第1世代がまあビットコインですよね。でその次がイーサリアムっていうのがかなり汎用性を出してきて、まあいろんなところに使われだして、今暗号通貨といえばイーサリアムベースのものばかりになってきてますけども、その次に、この暗号通貨の世界をね、マーケットを占めるのがカルダノではないかなっていうふうに私も思ってますし、多くの方がそういうふうに興味を持ってると思うんですが、そのカルダノの特徴の一つね、先ほどお話しましたけどもステーキングっていうのがありまして、これ簡単な説明だとね、銀行の金利みたいなのが、ちょっとミュートさせてもらいます、一部の方すいません、いいですかね、はい、銀行の金利みたいなのが受け取れるんだよっていう説明をすることがあるんですけども、正確にはこれ銀行の預金の金利ではないんですよね。これリピさんから説明すると、カルダノ ADA の魅力なり特徴なりにステーキングってものがあるんだよっていう、このステーキングを説明するとなると、どんな感じでお話した方がいいですかね。そうですね、まあ、実際の、まあ、よくその設計とかで使われているビットコインとかでもそうなんですけど、結局そのブロックを生成することができれば報酬を受け取ることができるんですね、うん、で、じゃあ誰がブロックを作るかっていう時に、作ることができる、まあ、その権利ですね、うん、は宝くじのような仕組みで決まってるんですね。はい、みんなが持ってる ADA って一つ一つが番号がついてるイメージになってて、それが宝くじ券になってるんですよ。で、まあ、マイエポックでその自分が持ってる ADA が当選しましたってなると、その宝くじ券を持っていればブロックを生成することができます、はい、ただブロックを生成するってなったら、プールが必要なんですね。で、
自分で持っていれば、まあ、自分で生成すればいいんですけど、持ってない人はどこかのプールに代わりにブロックを生成してもらうっていうことができるんですよ。でそこで、ブロックを生成してもらって手に入った報酬をそのプールに登録している人たちみんなで分け合うっていうようなイメージです。ありがとうございます。はい、とってもいい説明ですね。私はここまでの説明をしたことがあんまりないでもんですから、利息みたいなもんだよって言ってるんですけどもね、改めてここでお断りしておきますけども、銀行の利息とは違いますんでね、捉えにくいところがあると思いますけども、なんせステーキングなんて新しい概念ですから分かりにくいのは無理ないと思うんですよ。ただやっぱり例えるとしたら、自分が持っているウォレット、主にはね、あのダイダロスとか鎧の中にカルダノが入ってると思いますけども、これに対してステーキングに委任するという行為をすると、まあカルダノが一定の割合で生成されたブロックに対して増えていく可能性が高いよってことなんですよね。で必ずブロックが生成されるかどうかっていうのは、これは約束されてはいないんですけども、まあ概ね生成されて、だいたいそれが目算でですね、年間で 5% ぐらいつくんではないかなと。まあだいたいそういう体感はあるんですけども、実際にはこうなんですかね、体のエーダー自体のこうなんですかね、まあ為替といいますか、価格の変動もありまして、途中はなんかすごく体のエーダーの利回りが大きいんだけども、増えた金額の割合が大きいんだけども、なんか1年を閉じてみたら、あれここになっちゃったのみたいなことは結構あると思うんですよね。まあ、そこでね、今年っていうか2021年を締めた時にちょっと気づいたんですけども、1年の間で結構300円を越した時期ってのがあったんですよね、カルダのエーダの1エーダが。その時は確かに全体のカルダの円換算した時のボリュームも大きかったし、ステーキングの報酬もこんなにもらっていいのみたいな大きかったんですけども、でも年を閉じるときにね、110円とか120円ぐらいになったときに、まあ言ってみれば3分の1近くなっちゃったわけですよね。そうすると、あれ今年何百万儲かるはずだったのにそこまでいってないよねみたいなギャップを感じることは多くの方あったと思いますけども、まあそういった意味でね、予測はしにくいんですけども、まあ減ることはまあないよと。そして大事なのが、このステーキングっていうのはどこかにエーダを移動するわけではないので、ものすごく新しい仕組みで安全性も高いよっていうことをね、ここで確認しておきたいと思いますけども、おそらく今日やっぱりね、リピさんなんか人気がありますね、体の件時は。普段はね10名前後なんですけども、続々と参加者が増えてきて、普段見慣れない方も来ていただいてるなというところですけども、リピさんこう1年間ですかね、1年弱かな、ステーキングこうやって紹介させていただいて、多くの方が委任してくださったと思うんですよ。でなんかこう委任する体のボリューム量がすごく増えていって、私もね知らせていただいて、こんなにトータルであるのみたいにびっくりしたんですけども、ちょっとやっぱり、異常な集まり方をした1年だったですね、ここは。そうですね、確かに久保さんのおかげで、速稼塾の方を中心にたくさん委任いただいて本当にありがたかったです。はあ、いやそう言っていただくとね恐縮なんですけども、リピさんがプールを運営してるっていうこの安心感は私も大きいですよ。やっぱり紹介できるプールの運営者さんがいてくださるっていうところでね、私もちょっとこの速稼塾を運営してきてすごく誇らしいところがありますね。そういうのもあって委任をものすごくしてくださったと思いますので、これからも委任をしたいよって方があったらまた話を聞いていただきたいと思いますが、例えばね、まあ体の今持ってません、でもこれからやってみたいんだ、そんなステーキングなんてね、持ってるだけで増える仕組みがあるなんてのはどうしても自分もやりたいですみたいな方がいるとしても資金があんまりないと、例えば数万円とか10万円前後、これで体のエーダを購入して、ね、ビットポイントジャパンとかで、それで体の委任なんてしていいもんなんでしょうかっていうご質問も来るんですけども、実際は
ステーキングするのにどのぐらいのADAがないとできませんよっていうのはあるんでしょうか。最低の枚数は、まあ、10枚とかかな多分。なので、まあ、1000円くらいあれば今のレートだと、はい、まあ、一応ステーキングは可能ですね、はい、あ、聞きましたか皆さん、1000円とかでも大丈夫です。ただし1000円とか1万円だとじゃあびっくりするぐらいはね増えないですからね、やっぱり割合ですから、まあ、ですのでなるべく多い方がいいのはいいんですけども、まあでもね、資金が少なくてもステーキングには参加できますので、そういう意味で体のに興味を持っていただけたら本当に嬉しいなと思ってます。あのこの体のプロジェクトっていうのはね、リピさんすごく魅力的なんですよね。なんかこう今までの投資の形っていうのはお金持ちに対してその扉が開かれていたんですが、私が見るところね、この体のADAの創設者であられるチャールズ・ホスキンソンさんね、この方が昔テッドっていうトーク番組で語られていたのをね、何度見てもね、すごい仕組みだな、すごい志だなと思うんですけども、このカルダノっていうのは今あのお金も持ってないしお財布もない、身分証明書もないような30億人の貧困層に向けて作られたこう仕組みだっていうことなんですよ。ですので簡単に言うとね、お金がない人向けの投資にもできると、まあ、投資っていうふうにあのチャールズ・ホスキンソンさんは言われてないと思いますけども、でも暗号通貨を選ぶときに大抵のものがお金持ちに対して扉が開かれているところ、カルダナっていうのは本当全ての人類に対して、まあ、この顔を向けてくださってるのかなと思うんですよね。だからそこがすごくね、私は好きなところで、でステーキングっていう仕組みもね、ステーキング報酬どっから来るんですかみたいな質問もありますけども、これは最初からステーキング報酬を、カルダナの財団かどっかがねこう確保していただいて、でどっからともなく来るんじゃなくて、はいどうぞって付与してくださってるっていう形だったんですかね。この辺なんか上手にあの説明していただきたいんですけども、どっから来るんですこのステーキング報酬は。 ADA の発行枚数がもうあらかじめ決められてて、でそのうちの、何パーセントかがあらかじめそのステーキング報酬用に、割り当てられてる、うん、でマイボックその中から一定の割合ずつ、委任者さんに支払いをしているということですね、はい、でこの、まあらかじめ決めた、ADA っていうのは10年間で使い切る予定になっています。でそこから先は、トランザクションの手数料だけでまたステーキング報酬が賄われる、予定になってます。じゃあ基本的にはそのステーキング報酬っていうのはずっとまあ、あるよと考えていいもんなんですかね。そうですね、まあ、カルダノが、POS っていうプルーフオブステークの仕組みを採用し続ける限りあります。はい、プルーフオブステークっていう言葉が出ましたけども、それまではプルーフオブワークっていうのが一般的だったんですよね。このプルーフオブステークっていうのとプルーフオブワーク、これ簡単に言うと違いっていうのはどういうふうなものになります。うん、あのブロックを、生成する権利の獲得の仕方に違いがあります、ね。プルーフオブステーク、まあ、ビットコインとかっていうのはその、まあ、ノードネットワークの、ノードの演算処理の能力が高いほど、ブロックを生成する権利を手に入れやすいっていうような仕組みになってます。で一方でプルーフオブステークっていうのは ADA をたくさん持っている人ほどブロックを生成する権利を得やすいっていう仕組みになります。はい、もうね皆さんね難しいでしょ、もう聞いたことがない言葉がいっぱい出ますよね。だから勉強しないといけないんですよね、ある程度はね。例えばノードって言葉がありますけども、これもねなんやこのノードっていうのはって最初は思うんですよ。だから一個一個理解するために、今でしたら本当こういった暗号通貨の専門用語もいろんなところで情報発信されてますんで困らないですけども、これ数年前ねちんぷんかんぷんで調べるところもなかったですからね。ですんでこれってどういう意味なんですかっていうふうにお困りになりましたら、まあ、私の方でもいいんですけども、あのリピさんの方にねお問い合わせいただいたりとか、まあ、検索すれば今結構出てきますからね、あの不自由ないと思いますけどもね。
そういう意味で、あの今日ね、ここまでリピさんとお話ししてる中でも、それってどういう意味なのっていうふうに思う方がいると思うんですよ。その都度検索するなり問い合わせるなり、一個一個理解できるように進めていってください。本当にね、もう素晴らしい世界がね広がっていて、でメタバースって言葉も最近出てきましたけども、なんかその仮想現実っていうんですかね、リアルの世界じゃないところがもうリアルになりつつあるわけですから、もう知らないではね本当もったいないし、こういう素晴らしい時代にいて、本当に見るべき、このマーケットっていうのはインターネットの中に本当にあったり、暗号通貨ってものを入り口にして、それこそカルダナもそうですし、ステーキングもそうですし、イーサリアムとかディファイとかももっともっと理解すれば、私たちは資金もそうですけどもね、新しい考え方を手に入れることができると思うんですよ。すごく漠然とした言い方の連続で本当に恐縮なんですけども、分からない言葉は一個一個しらみつぶしにしていって、もう皆さんね、あの理解することは十分できますんで、最初の動機はただ儲けたいってことだったかもしれません。私もそうです。ただね、儲けたいって思うものの副産物として、こんなことを考えてる人がいるんだみたいなね、天才との出会いってのも結構多くて、それがなんかね、好奇心をすごくそそるんですよね。その一人が、じゃあステーキングプールちょっと運営してみようかなみたいなね、あのリップさんみたいな方だったりするんですよ。で、私も体の好きですけども、ステーキングプールやろうかなって発想は全くなくて、別世界のことだと思ってたんですけども、でもすごいですよね、本当にリップさんね、あのかなり勉強もされたと思いますけども、このステーキングってものに対しての興味関心は尽きないと思うんですが、なんかちょっとプライベートなことになりますけども、こんなになんか好奇心を取り組むことってのはあのめったにないと思いますけども、過去ね、まあ、スポーツでもいいし、まあ、漫画でも映画でも何でもいいんですけども、いやこれはハマったなみたいなのがやっぱりいくつかあったもんなんですよ。いやどうですかね、いや今思いつく限りないですね全然。体のほどではないと。あでもあのパソコンがやっぱりもともと好きで、あのまあ、OS、Windows が主流でしたけど、あの結構自分でパソコン組み立てたりとか、あと Linux を自分で使ってみたりとかっていうので、いろいろあの調べたりとか、まあ、自分で手を動かしたりは結構してました。ああ、Linux って言葉がすごいですね。本当にめったに聞かなくなりましたけども。その言葉だけでなんかね、好奇心がどこまであるのか、なんとなく伺い知ることに私もね、なりましたね。あので、今回ね、ステーキングプールの運営をしてくださったんですけども、このステーキングに参加するのって、なんか条件があったり、資金がかかったり、そのいわゆる有料でしか参加できないのかどうかってことと、特別な手続きが必要なんですかっていうお問い合わせも、これもね、いまだにあるんですけども、どういうふうに答えたらいいでしょうか。ですね、まあ、特別な手続きっていうか、ステーキングの、設定をするっていうことだけですね。あの今だったら、ダイダロスか鎧ウォレット、まあ、これら無料であのインストールできるんですけど、ここに、このウォレットにお手元あのバイナンスとかで購入した ADA を送って、でそこで、ステーキングプール1つ選んで、ステーキング設定をするだけです。あの設定自体はもう5分あれば終わりますね。まあ、簡単ですよね。はい。で、最近はその今、バイナンスっていうキーワードも出たんですけども、なんか日本でもね、体の変えちゃいますんで、前と違って。もっと簡単になりましたよね。うん、確かに。しかも、もうすぐあのビットポイントプロの板取引が開始されるはずなので。10日ぐらいでしたっけ。ああ、そうです、そうです。すごいですね。もういよいよ、いろいろと。いよいよ。うん。日本人、おいでなさいということでございますよ。なんせね、このカルダナのプレセール、最も行われていたの、日本だったんですけども、なぜか日本の上場、むちゃくちゃ遅かったというね。何なんだろうみたいな感じでしたね。まあでもね、こうやって、カルダナの夜明けが来まして、板取引も始まるということなんで、
皆さんね、今まではちょっと取り組みにくいところがあったんですけども、本当、ビットコインを買うのと同じぐらいの手続きでさささっと買えてね、で、ステーキングにもそのまま参加できますんで、今年はぜひね、まだ取り組んでない方、体のステーキングやってみようかなと、思っていただければ、もうすぐそこに開けてますんで、参加してください、ぜひ。で、まあ、特にね、じゃあ、ステーキング参加するのにいくら手数料くださいって話でもないですしね、本当に。ポポンとやったら終わりなんで、こっそりできますしね、まあ、こっそりやる必要はないんですけど、私の思いとしては、カルダノがね、ものすごく認知されて、ちょっと買ってみようかなって思う人が増えれば増えるほど、カルダノの、まあ、価格ってのは当然上がりますんで、買われれば上がりますもんね。まあ、ですんで、一人でも多くの方にカルダノをね、少額でもいいから手にしていただいて、このカルダノが目指しているロードマップを一歩でもね、もうみんなで進めていきたいなと思うんですよね。だから単純にね、自分のお金が増えて嬉しいなみたいなとこじゃなくて、なんか次の時代ってどんな世界なんだろうとか、暗号通貨がこの私たちの暮らしに根付いた社会ってどんなもんなんだろうって、その新しい世代を見てみたいなっていうね、好奇心がね、やっぱりね、私はすごく今強いですね。もちろんね、ちょっと資金的にちょっと厳しいんだけどっていう人にも大きな希望になりますんで、その辺もちょっとね、したたかに狙ってほしいなと思います。なんか難しいことだと思いますけども、リピさんね、このカルダノって、まだまだプロジェクトが進むと思うんですよ。で、国内でも世界でも取引をもっともっとやりやすくなると思うんですよね。まあそうなったとき、何でしょうね。今この放送を聞いてる方って、今でも先行組だと思うんですけども、なんかそんな感覚ってあります。今でもまだ大丈夫だよとかね。遅いよ今更みたいなことは全然なくって。うん、全然遅くないと思いますね。うん。まあビットコインがそのメジャーになった年月を考えると、まあ、まだカルダノで始まったばかりとも捉えられるので、うん、これからだと個人的には思います、うん、実際ね、私の感覚でもあるんですけども、じゃあ自分の家族とかね、例えば同窓会に行きました、ビットコイン持ってるって聞いて持ってるよって人ってあんまりいないと思うんですよ。知ってる知ってるぐらいはあると思うんですけども、じゃあ持ってますって言ったら、いやなんかないなみたいなね、そのうちやろうと思うんだけどとか、大丈夫なの、なんかマウントゴックスとかあるじゃないぐらいのことで、じゃあビットコインも持ってないのに体の持ってますかっていうのはもっと可能性低いかなと。でもちろんね、プレセールで買った人とかにはもう今こう比較するとかなわないと思いますけども、でも今だってそのぐらいプレセールほどではないにしても、まだまだ全然ね、可能性を潜んでいて、ステーキングだって始まったばっかりですからね、それこそ全人類的に見ると、ステーキングなんてまだ参加しない人の方が圧倒的に多いんで、これから大きな、まあ、波が起きるんではないかなとしか思えないんですよね。まあもちろんね、そんなことはね、絶対約束するもんではないんですけども、そうにしか見えないんで、やってるところもありますんで、まあ、強くね、お勧めしたいのは、迷ってるんだったらカルダノですね。いろんな暗号通貨いっぱい銘柄買って困るよって言うんだったら、じゃあカルダノ一番に買っといてくださいと。別にね、1000円でもいいからみたいな感じですよね。はい。それでね、このステーキングなんですけども、いよいよね、皆さんが知りたいことだと思いますけども、これ年間でいくらぐらい儲かるものなのかなとかね、考えるところがあると思いますけども、例えばね、そうですね、10万エーダー持ってました。ね。今のレート120円ぐらいだと思う、130円ぐらいですかね。正確には私も覚えてないですけども、まあ、仮に130円だとしてね、130円で1年間固定されたとしましょう、計算しやすく。じゃあ10万エーダー持ってると、じゃあどのぐらい儲かるものかなっていうに、ちょっとすみません、細かい計算を指すことになりますけども、大丈夫ですか？大丈夫です。だいたいですね、年間で、まあ、4から5% ぐらいの、まあ、利回りっていうか報酬になってくるので、まあ、4% で計算すると、年間で 4000ABA が報酬で入ってくる。で、なので 4000ADA は
130円の計算だと52万円になります。はい、どうですか皆さん、52万が自動的に入ってきたらこれ嬉しくないですかね。しかも52万入ってくる上に10万エーダ持っていたらって話したじゃないですか。10万エーダに130円をかけて、これが元金だとしたら、その元金も自分のものですからね。で、まあ、よく銀行の金利とやっぱり比較しちゃうんですけども、4%、5%、当然今、銀行の金利ありません。ね、昭和50年代だったかな。確かね、6% ぐらいの郵便貯金の金利だったと思うんですよ。ちょっとうろ覚えですけど。そうなると、11年で資金が倍っていう計算をよくしてたんですけども、10年だったかな。もう二度とそういう時代はやってこないんですけども、まあ、こういった体のステーキングっていうのは、こうやってね、4%、低く見積もって 4% つくと。しかも、今までの体の価格から言うと、上がりっぱなしなんですよね、価格はね。特に去年は、最終的には130円ぐらいで落ち着きましたけども、スタート20円ぐらいでしたからね。だから1年かけて6倍に資金がなったってことなんですよ。じゃあ1年前の今日、例えばこの放送をしたとして20円で皆さん体の買っときましょうって言ったら、単純にそれが6倍になった上に、その6倍に 4% つきましたって話がこの体のですからね。まあ、もちろん去年に戻ることはできませんので、じゃあ今年はねまた6倍になるんですかって言ったら、それは分かりませんって話をしなくちゃいけないんですけども、ただじゃあこれが20円になりますかって言ったら、ちょっとそれをその可能性は低いんじゃないかなと。もう100円を切ることは本当になくなってしまったのかなと思いますしね。一旦去年300円も超えて200円前後で安定した時期もありますので、まあこのまんま200円の方に向かっていくような気がしますけども、これも別にね、相場のことなんで保証はできませんけども、まあ、多くの、まあ、投資家さんはそういうふうに見てるかなっていうのと、あと、ステーキングした人が基本的に大きな決済はしないと考えるのが、まあ、普通かなと思うんですよね。もちろん自分の目標利益に行ったり、もう十分自分の資金できたから全部決済して、悠々自適をしようかなと思う人もいるかもしれませんけども、で私のね、ちょっとリサーチだとね、昨年なんですけども、リピさん。ビットポイントジャパンで、カルダノが、はい、まあ、上場したじゃないですか。その時にね、3つの大きな決済の波が来たっていうのを確認してるんですよ。それは、まず1回目の決済で、1兆円ぐらいが決済されたらしいんですよ。カルダノ。ドーンと。その次に5000億円ぐらいが日本円にして決済されたんですよ。で、3回目に2000億円ぐらい決済された記録があるんですよ。ということは多分それは大量決済をした3回の流れだったんですけども、それ以来大量決済が起きてないんですよ。おそらくこの3回ってプレセールの人が結構な年齢で購入された方が多かったって聞いてるんですよ。60代とか70代で体のなんかわかんないけど買ってみた。その方にとってみたらもうステーキングがあるけども、そろそろ人生楽しまないといけないし、お金を使える時間ももう限られてるから全部決済しちゃって、税金も払って自分のお金として残すためにこの3回の決済の波が起きたのかなっていうふうに考えてるんですよね。まあこれは単なる私のね、雑談程度で、特に、なんですかね、それを裏付ける証拠ってのは別にないし、人の証言もあったわけではないんですよ。ただ、その資金の決済の流れを見てると、もう大きな決済っていうのは、その3回ぐらいで、これから起きないとは言えませんけども、なんかとりあえずプレスセールの人で、大きな決済っていうのは終わっちゃったのかなっていう気もしないでもないんですよ。まあ、それについてどう思いますってことをね、求めたいわけじゃないんですけども、うん、それ以来ね、その、いわゆるプレセールで買った方っていうのは、なんですかね、最低金額買っても大体1億円ぐらいになってますかね、今ね。最低単位で、多分40万エーダぐらいだと思うんですよ。十数万で買った方がね。で、その方が大体こう、まあいろんな決済の時期もよりますけども、数千万から1億弱、この間で決済してると思うんで、そういう方がね、まあ、数百人ぐらいいたのかなと思ってるんですよ。まあ、今年もそういうな大きな流れがありましたら、もちろん私の方からも報告させてもらいたいと思いますし、大きく価格が動きそうだっていう情報がね、またつかめたらお話したいんですけども、なんかこう、直近で大きく値上がりそうだぞみたいなネタ、なんか
お持ちです。2022年だったら、そうですね、まあ、あのロードマップ上でヒドラの実装がありますね。うん、それが、まあ、あの今コン、スマートコントラクトを使ったあのアプリケーションとか、あの DEX が続々と出てきているんですけど、まあ、処理時間がやっぱりもう何日もかかってしまうみたいな支援が起きていて、まあ、それを抜本的に解決する取り組みがそのヒドラの実装ですね。はい、これが、実装されるっていう、まあ、ロードマップ、まあ、いつ実装されるとかっていうのが決まれば、まあ、その期待で上がるんじゃないかなとは思います。それは私もね、同じように思いますよね。やっぱりこう、体の間のプロジェクトが一コマ進むってことになったら、離脱よりも参加の人が多いと思いますし、まあ、もしかしたらね、ステーキングをまだためらってる方が、じゃあこの機会にってこともありえますし、まあ、買い増しするホルダーさんもまだまだ出てくるんではないかなと思いますね。まあ、そこをどう思うか、どう読むかっていうのが投資家の判断になってきますけども、体に関してはもう前に進むしかないと思いますし、あと一つね、大きな特徴として私が思うのは、やっぱり量子コンピューター体制っていうのがあって、また新しい言葉が出てきてね、恐縮なんですけども、なんかそのコンピューターの進化に合わせてこのカルダノがプログラミングされてるっていうところも、これから長い時間すごく使い勝手のいい暗号通貨の一つだなと思うところなんですけども、まあ、この量子コンピューター体制について何か思うところあります？そうですね、量子コンピューターはまだまだ、まあ、日本とかで使われてなくて、最近ようやくちょっと商用化されたぐらいだったような気がするんですけど、まあ本当に量子コンピューターができたら、やっぱりビットコインは、うん、秘密鍵が解読されてしまって破綻しちゃうっていうのは可能性としてはありますね。で、カルダノについてはちょっと僕もあまり詳しいこと分かんなくて、あのその署名の部分で、量子コンピューター体制がついてるっていうのを聞いてはいるんですけど、じゃあ本当にそれが大丈夫なのかどうかっていうのはちょっと分かんないですね、聞いただけなので。はい、まあ、これからいろいろとね、そういった情報も分析していきたいですね。うん、そうですね、どうですかね、なんか量子コンピューター本当にできてしまったら、なんか今ある、既存のシステムがほとんどダメになっちゃうんじゃないかなみたいな気がして、正直カルダの暗号通貨どころの騒ぎじゃない気がするんです。まあ、あれですよね、なんか今まで世界を巻き込んだいろんな懸念っていうのありますけど、例えば1999年のなんか99問題ってやつですか、なんか年号が2000年に変わった瞬間にいろんなパソコンがオーバーロードするんじゃないか、計算ミスを起こすんじゃないかなみたいな懸念があって、結局なかったんですけども、あれ本気で心配してシステム止めた会社とかもありましたからね。だから量子コンピューターってのが出てくるに従って、まあいろんな情報とか分かってくると思いますけど、今のところ本当ね、いいことばっかり起きるわけではないんじゃないかなっていうような心配私も持ってます。またなんか量子コンピューターについてもね、分かることがあったらいろいろと情報交換していきたいと思いますけど、まあすいません、はい、突然の質問だったんですけど。じゃあね、もうちょっとね、下世話なことをね、こう聞いていきたいなと思うんですけども、今年収が300万とかね、400万とか言われてる時代ですよ。じゃあこの300万400万をそっくりもうステーキング報酬で得たいなと思う方っていうのもいると思うんですけども、そのためには1エーダが例えば200円だとしたらね、どのぐらいのエーダを確保しておけばこの300万400万あたりがステーキング報酬だけで得れるもんなんでしょうか。ちょっとこれ計算ややこしいですけども、おそらく50万 ADA でちょうど400万ぐらいになるんじゃないかなと思います。そうですね、はい、そうなんですよ。じゃあ50万 ADA を買おうと思ったら今いくらいるんですかってことになりますけども、結構な金額いりますね。今からだとちょっと、はい、なかなか大変だ。さすがにね、50万 ADA を
今新規で買おうと思ったら結構しんどいですね。もうそれだけの資金がいりますよってことになっちゃいますから。本当ね、そう考えたらプレセール組ってのは50万近くが今あるわけですからね、みんな。最低でもですよ。なんか100万円とかね、ボーンと買った人ってのは50万円だじゃなくて500万円だぐらい持ってるって計算になりますから、とんでもない課税額に なってると思いますけども、まあね、羨ましい限りでございます。先のことが分かればね、みんなで買ってるんですけども、まあ、当時も先のことは分からなかったですし、今も先のことが分からないんですよね。うん、ただ、今まで体のエラーがどういうふうに進んできたかによって、そういうのを見ることによって、これから体のエラーを信用していいのか、じゃあ体のエラーじゃない、暗号通貨に関心を寄せるのかってことがある程度測れてくると思うんですけども、私はね、体の以上に、こう、肩入れしてる通貨ってのはないんですよね。もう本当はあくまでも補助的にと言いますかね。イーサリウムとかビットコインとかリップルは全部決済しちゃったんですけども、なんか本当に体のに比べたら、うん、まあちょっとおかずみたいなね、たくあんみたいな感じで買ったみたいな、そのぐらいの好奇心なんですけども、リピさんは他の通貨結構興味あります？いやー、ないです。ないです。もう本当わかりやすいです。うん、ないです。そうなんですよ。ここまで圧倒的だとね、興味があんまり出ないですよね。はい、でね、このカルダノなんですけども、肝心なのは、これは約束するわけではないですし、保証は全然しない話なんですけども、2022年、いくらになると思いますか？これ、半分願望ですよ。まあ、願望を込めて言うと、まあ、高値は更新してくれるかなとは思ってて、うん、まあ500円とかいったらもうすごい嬉しいですね。え、まあこれね、500円はね、ありえない話じゃないなと思うんですよね。もうね、昨年行くんじゃないかなと思ってた時期もあるぐらいで、あの夏場の急騰劇っていうのは、まあ暗号通貨全体的に上がってましたけども、あの時期っていうのはなんかすごい毎日コインマーケットキャップを見るのがね、楽しくってね、上がる一方じゃないかみたいな思ってたところもあったり、特にカルダノは300円突破してこのまま400円いっちゃうんじゃないかなとかね、ビットコインなんてのはイーロン・マスクさんがなんかいろんなことやって500万ポーンといきなり突破して700万まで上がっちゃって、いや1000万いくんじゃないかなみたいな、うん、そんな予測も出てあったんですけども、結局ねそこまでいかずにもう落ち着いちゃったってところありますけども、結局は去年の始まり値と比べると暗号通貨全体的に去年の終わり値はほとんどの主要銘柄が値段を上げていて、まあ年の初めに買った人はみんな含み益持ってるわけですよね。で今年もそうなるっていうふうにはまあもちろん約束はできないんですけども、昨年の実績を見て買う人から考えると売るよりも買う人の方が多いのが、まあ投資の原理ではないかなというふうには感じてるんですけどもね。まあ、どうなるかちょっと分かんないですけども、500円になることを予測して期待しておいて、誰に対しても責任を持ちませんけども、500円ぐらいをね、ぼんやりと見ておきたいですね。3倍、4倍ぐらいかな。はい、ありがとうございます。はい、でね、今日の大体まとめに入ってくるんですけども、これからステーキングとか、カルダノに参加したい方に、まあ、アドバイスをするとしたら、まあね、リスクエッジしましょうみたいな話になるかもしれませんけども、なんかリピさんからお願いしたいんですけども、いかがでしょうか。まず ATA の、保有ってことであれば、まあやっぱり為替の値動きがあるので、ここは個人的には長期ホールド前提で、まあ、見てほしいなとは思います。やっぱり短期的に見ると大きく上がったり下がったりで、まあ、結構精神的にも大変だったりするので、まあ、長い目でカルダノプロジェクトに参加をしてほしいなと思います。で、まあ、ステーキングをすることになると思うんですけど、その時のプール選びとしては、まあ、そのプールのオーナーの方が、SPO の方が、まあ、信頼できるかどうかっていうことが大事かなと思ってます。
まあ、実際にその人の人柄とか見るのもいいですし、まあ、あと、結構ホームページとかツイッターとかで情報発信されてる方が多いので、まあ、そこで例えば透明性があって、まあ、どういうふうになってるかよくわかるとか、そういったことを、中心に考えていただければ、まあ、いいかなと。まあ、基本的にカルダノのステーキングはリスクが本当になくって、ADA を失うとか、そういうことが一切ないので、まあ、あまり考えすぎても時間だけ経っちゃうので、少し見定めて選んでいただければと思います。ありがとうございます。そうなんですよね。ステーキングのプールを運営されている方がどんな方なのかっていうのは、やっぱり一つ預けるべきプール、委任するべきプールを選ぶ判断材料になると思いますけども、その中でね、ステーキングプールを運営されている方が、まあ、どういうふうにブロックが生成されているんですかってことを知らせてくれると勉強にもなるし、より理解が深まるんで、これからステーキングされよう、してみようかなっていう方ね、委任してみようかなって方は、プールを運営している方がどんな情報発信しているかってことに興味を持っていただくと、より分かりやすいんじゃないかなと思いますんで、リピさんのね、ステーキングプールの運営状況は5日に1度3つの動画でいただいてますんで、それを私のこの速稼塾のね更新情報でも5日に1度配信させていただいてまして、先ほどもねお預かりいただいてますんで、動画の方明日から3日にわたって動画を1本ずつ紹介していきますんで、そちらの方ご覧いただいて、まあ、最初はちんぷんかんぷんかもしれませんけど、だんだん分かってきますんでね、ステーキングプールもしね今考えてらっしゃる方は、まあ、リピさんをね、私はしっかりとお勧めさせていただきたいと思います。その上で公開された動画をしっかりと見ていただいて、わからないことがあったらね、まあ私の方でもいいですけども、動画を作ったリピさんの方にお問い合わせいただければ、わかりやすくまたFAQ などを作ってくださるかもしれませんので、お問い合わせいただければね、なおいいですよね。まあ、リピさんの方にはメールなどをお届けしてよろしいもんなんですかね、この視聴者さん。そうですね、はい、動画の方の概要欄にもメールアドレス書いてあって、いつでもどんな些細なことでもいいので、ご質問とかご要望などお知らせいただければと思います。はい、好きな女の子のタイプはって聞いてもいいですからね、皆さんね。私は聞いたことがありますね。ありがとうございます。ではね、あと2つほどお尋ねしたいんですけども、ちょっとねステーキングとかカルダノとは離れるんですけども、今日メタバースってキーワード1回使わせてもらったんですが、このメタバースについてご存知のことがあったら一言いただきたいと思います。いかがでしょうか。そうですね、メタバースはやっぱりもう今いろんな企業とかでも取り組んでいる分野の新しいものの一つで、やっぱり今後ますます盛り上がってくるんじゃないかなと思いますね。メタバース、おそらく単語だけ聞いたこととかあるとは思うんですけど、やっぱり今って高性能なパソコンがたくさんありますし、あとこれから 5G が普及してきたりとか、あと VR 技術で、ブロックチェーンだったら NFT とかですね、まあ、そういった仮想現実に必要な材料っていうのがほぼ揃いつつあって、で今まではその現実世界でしかできなかったような体験ですね、まあ、例えば学校の教育とか医療とか、まあ、あとなんかライブ会場で音楽聴いたりとか、まあ、そういったものがその仮想空間メタバース上で再現できるようになるだろうと言われていますね。でカルダノも最近カルダノをベースにしたメタバース空間っていうのもでき始めてて、これからどんどん人気が出てくるはずです。カルダノもメタバース、まあ当然そうなりますよね。メタバースと暗号通貨っていうのはやっぱり切っても切れない縁になると思いますし、私たちの暮らしっていうのはやっぱりこの仮想現実抜きには語れないものになってきたのかもしれないですね。でこの仮想現実って私が考えるところね、今に始まったことじゃなくて昔からあったんじゃないかなと思うんですよ。例えばね、この今日視聴されてる方に私なりの仮想現実の解釈をお伝えすると、まあ、例えばドラゴンボールっていう漫画がありますよね、皆さん。あれ創作物じゃないですか。
でも暮らしの中に悟空だったらこうやるよねとかカメハメハとかなんかむちゃくちゃ入ってると思うんですよ。っていうことは漫画ってのが仮想現実のはずなのに、まあ、すでに私たちの暮らしの中にはドラゴンボールの登場人物とかね、あと北斗の拳のケンシロウとかがいると仮定してなんか暮らしてるようなところがあると思うんですよ。でそういったのもなんかねメタバースといえばメタバースなのかなと思ってますし、実際漫画の中に出てくるファンタジーが現実のテクノロジーになったり結構してると思うんですよね。うん、昔で言うと SF 小説がロケットを作り出したりとか、空を飛ぶストーリーがイカロスみたいな飛行機に結びついたりとかね。だからこういうことを考えるとメタバースという世界でバーチャルの世界でいろんなね創作物ができたものがリアルの世界に持ち込まれることっていうのは昔からあったのかなと思う中で、やっぱこれからはっきりとコンピューターってものを通じて私たちがもっともっとね現実味のある仮想現実メタバースという世界に入っていくときに、新しい常識新しい知識情報っていうのはやっぱり携えておかないと本当に乗り遅れるっていうかね、もっともっと豊かに楽しく過ごせるはずの人生をもしかしたら不意にしちゃうんじゃないかなと思うんで、怖いところはありますけどもね、得体が知れないんで勇気を持って取り組んでいきたいなという分野がメタバースかなと思ってますね。はい、ありがとうございます。じゃあね最後にねリピさんからお話があると思います。なんかキャンペーンがあるってこの前聞いたんですけども、これ皆さんにねメリットがある話なんですよ。今日大丈夫ですかね、それお話ししていただいて。あ、そうです、ちょっとキャンペーンは今いろいろ考えてて、ひとまず以前速稼塾の方限定に移入者の方に委任料に応じたプレゼントキャンペーンをやってて、それを、2月にまたやろうかなと思っています。あ、なるほどね。じゃあそういうことがあるよっていう、こう予告に留めておきましょうかね今日はね。はい、そうしましょう、はい、ということなんで、その予告の内容まだ確定じゃないんだけどもちょっと知りたいんだけどなってことはこの放送の中ではお話ししませんので、リピさんに直接連絡を取っていただいて、ちょっと体のとかステーキングとか興味あるんだけど、ついでにキャンペーンのこともちょっと教えてもらえませんかみたいなね、こっそり連絡してみてください。こっそり教えてくれると思いますんでっていうところにしときましょうかそうですね、また久保さんにそのキャンペーンの詳細については動画にまとめてお送りさせていただければと思います。あ、ありがとうございます。そうしていただくとさらにありがたいです。もういつもこうやってねリピさんにはねプレゼントをね要求してるんで困っちゃうと思いますけどもいやいや、ね、これからもいろいろと無理筋の無理くりの要求に応えていただければ体の盛り上げると思ってよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、一通りお話しすることは終わりましたんで、なんか今日ご覧いただいた皆さんにリピさんから最後ご挨拶して締めたいと思いますけども、もう一言お願いします。はい、そうですね、自分がこのプールを、開始して今日でちょうど4回目あ4回かなの、報酬発生になりました。まあ、55回とかって、まあ1年弱ぐらいなんですけど、まあ、すごくここまでやってこれたのって、久保さんをはじめ、委任者の方々のおかげだと本当に思ってて、でまあ、自分としては、これまでもそうだし、これからもその委任者の方々が安心してステーキングに参加できるような、まあ、環境とか、まあ、取り組みっていうのを、続けていきたいなと思っています。まあ、今後ですね、キャンペーンも含めて、まあ、これからちょっと新しいこともやっていかなきゃなと思っていて、まあ、NFT ですね、まあ、サービスとかもその JSP の委任者様限定で提供できたらなとか考えていますので、まあ、いろいろ楽しみにしていただければと思います。いやー楽しみですね。いや私としてもね、このリピさんのステーキングがもう体の会に我こそはみたいなねところまで行っていただければこんなに誇らしいことはないんで、これからも大応援していきたいと思います。
よろしくお願いします。はい、お願いします。皆さんもね、ぜひリフさんの取り組みに、まあ、本当に乗っかりつつ応援していただければと思います。もう本当にすごいですよ、このステーキってのは。あの先ほどね、54回55回ぐらいあのステーキング、これ報酬を発生させたっていうふうなお話されましたけども、まあ野暮なんで聞きませんけど、トータルでどんだけね、ステーキング報酬を委任者の方にトータルで総額でお渡したかって聞くと、なんかすごい金額だなと思います。私は野暮なんでね、これはちょっと聞きませんけど、ね、数十万とか数百万って話じゃないですからね。どんだけ儲けさせてるんやみたいな話ですから。もうびっくりする。その辺もこっそり聞きたい人はメール打ってください。もう教えてくれないかもしれませんけど、ここはね、野暮なんで。すごいですよ、でも。まあ、そこは結構あの情報公開、カルダノのブロックチェーンとか調べたら一応載ってはいて、まあ、全然言ってもいいかなとは思って。なるほど。まあいい。はい、ということなんで、やっぱり具体的に言うと、まああの 380K なんで38万 ADA を付与できました。お、すごい。いや、38万 ADA ですよ、皆さん。かける、まあ、200とかしてみてください、皆さん。100でもいいです、100でも。ああ、もうね、あとは自分で計算してください、皆さん。これだけを世の中の人というかね、ステーキングを参加されてる方、委任されてる方に大放出したのがリッピさんの稼がせ力ですよ。まあ、正確に言うと、リッピさんがやったっていうところもあるけども、体の仕組みがこうなんだってことなんですね。すごいですね。よく本当プールの運営してくださいました。今日も放送の方に、こうやってお運びいただいてね、いろいろとお話いただきましたけども、皆さんからもね、あのいろんな感想が私の方に届きましたら紹介させていただきます。もちろんまだね、参加されてない方とか体のを手にしてない方とか様々だと思いますけども、体の威力をね、一人でも多くの方に知らせていきたいなっていう思いは、まあ、リピさんも私も同じだと思いますし、それからこれから参加した方もね、じゃどうやってカルダノの、その、存在をね、有名にしていくんだって言ったら、それは、今日参加した方が周りの人にね、言ってくださったりとか、ツイッターでなんかね、つぶやいていただいたりとかっていう、その、本当に小さな活動で、今日までやってきてますんでね。もちろん、エマーゴとか、それから、体の財団ですか、ああいったところの更新の発表もすごく心強いんですけども、まあ、普通の人がどう体のを見てるかっていうのが、ね、やっぱりこう、一番響くと思うんで、今日の感想などはね、また送っていただけたら幸いでございます。まあ、リピさんも本当、ありがとうございました。深夜までいつも。お疲れ様でございます。ありがとうございます。お疲れ様です。じゃあ今日はね、皆さん以上でございます。たくさん参加していただきまして、本当嬉しく思っております。で、たくさん儲けてください。それが私の願いです。ね、リキさんね。はい。はい、じゃあみんな寝ましょう。お疲れ様でした。リキさん、本当ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ今日は以上です。ステーキングのいただいた動画は明日から3日間にわたってお送りしますので、皆さんご覧ください。失礼します。ありがとうございました。失礼します。